心では気温24度ちょうど。北東の風3メートル。湿度は 55% です。晴れの日々、曇りとなるでしょう。変わって北関東を中心に。南に前線が横たわり、朝晩は小雨のさらつくところはありますが、日中は曇り空となるでしょう。ありがとう。契約書ですか？ああ、夕方までに終わらせないと。すいません。まただ頼んだよ高林さん。わかりました。ごめん。いいよ。大変お待たせして申し訳ございません。私は高林と申します。なんだよ、どれだけ待たせんだよ。大変申し訳ございません。ご用件は？だからこの掃除機が不要品だって言ってるの。何度言わせたら分かるの。頭おかしいんじゃないの？ですがお客様。なんで私遮らないでよ。耳あんの？ございます。じゃあ黙って聞けよ。病気かお前。頭おかしいんじゃないの。猿でも雇ってんの？申し訳ございません。お客様の意図を汲み取れず。言い訳すんなよ。素直に私はバカだから分かんなかったって言えばいいの。オタク人間として大丈夫？給料いくらもらってんの？リンゴ3個？早く謝ってよ。私はバカです。ごめんなさいって。早く言えよ、早く。ほら！はい。私はバカです。ごめんなさい。遅いんですね。忙しくて。あら。では。こんばんは。
かった。何やってんの？Thank you.
どうぞ。元気だよ。仕事は疲れるけど。あ、お盆は帰るから。あ、荷物？うん、ありがとう。体大丈夫？私は大丈夫だって。変な男に引っかかってなんかないよ。じゃあもう切るよ。うん、また連絡するね。うん。男が抱きついてるのによくお父さんと平然と話せるよね。さすがだ。クレームの処理なんて少しでも心に裏表がなきゃやってられないわよ。郵便です。高林さん、宅急便です。もしもし、大空運輸山本です。あの、不在票がありまして。不在票ですね。少しお待ちください。ではお名前お願いできますか。横田です。横田さん。あ、横田さん、いつ頃お部屋にいらっしゃいますか。今日はいつ。ではすぐに伺いますね。はい、お待たせしました。大空運輸です。こちらにサインを。ありがとうございました。もしもし、大空運輸です。もしもし、大空運輸山本ですが。も
もしもし、たかし。はい。たかし、会いたいよ。たかし、たかし。たかし、ここ、後ろ。なんだよ、あいつ。
してる。たかし、愛してる。いい加減にしろよこのブス。ふざけんな。何なんだよ。てめえ何なんだよ。おい出てこいよ。もうおしまい。あ、もうおしまい。この間のおばさん、お願い。分かった。はい、お電話変わりました。日向電気サポートセンター高林でございます。毎回毎回出るの遅いわこのタコ。申し訳ございません、回線が混み合っておりまして。恐れ入りますが、どのようなご用件でいらっしゃいます？ご用件？掃除機の話に決まってんじゃない。もう忘れてんの？大丈夫あなた頭、バカ？そのようなことは。掃除機と同じでここの会社の人間は使えないわよね。クソね、クソ。生きてる資格ないわ。死んだ方がいいんじゃないの？申し訳ございません。
か具合悪そうね。いえ大丈夫です。お互い一人暮らしだから何かあったら声かけましょうね。はい、じゃあ。大和1丁目です。地域に目指して30年、橋本産婦人科はこちらがベンチです。
は大和町、大和町です。お降りの方はお近くのボタンを押してください。どちら様ですか？夜分にすみません。隣の川村です。ああ、最近引っ越してきたばっかりでお顔が分からなくてすみません。シチュー作りすぎてしまいまして、よかったらどうかなと思って。シチューですか？はい。あ、さっき夕食を済ませてしまったところですみません。そうですか。はい、すいませんでした。今どき遅わけ？ありえないでしょ。怪しいね。何が？ストーカーでしょ。は？遊びすぎなんだよ、子は。あのね、私は遊んでるんじゃなくて選んでんの。わかる？何それ。だってさ、比べてみないといいかどうかなんてわかんないじゃん。変な男に捕まって失敗したくないしね。ストーカーには捕まってるけどね。
川村です。シチュー作りすぎてしまいまして、よかったらどうかなと思って。そうですか。ちょっとお待ちください。すいません。よかったらこれ。はあ。あ、そうですよね。驚いちゃいますよね、いきなりじゃ。いえ。こんな若い女性が住んでるって思ってなくて。そんな。僕、川村義人と言いまして、洋食屋で働いてて、それでメニューの開発とかやるんですけど、毎晩結構な量余ってしまって、同じマンションの方にお裾分けしてるんです。そうなんですか。怪しいとか思ってました。はい、正直。そうですよね。すいません。いえ。どうです、よかったら。じゃあ、すみません、いただきます。ちょっとすいません。冷めてると思うんで、少し温めてください。はい。鍋は明日取りに来ますんで、その時、ちょっとだけ感想を聞かせてもらえると助かります。わかりました。では、明日。おやすみなさい。おやすみなさい。いただいたシチューすごく美味しかったです。お鍋は今晩返しに行きますので、あの旦那さんによろしくお伝えください。あ、旦那さんじゃなくて彼氏さん。あなたさっきから何言ってんの。はい。私一人暮らしなんだけど。
で少し温めてください。はい。鍋は明日取りに来ますので、その時ちょっとだけ感想を聞かせてもらえると助かります。わかりました。では明日。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。女性の頭部が発見されました。遺体は舌が切り取られており、警察は事件に巻き込まれたとして捜査を開始しています。ねえ、うん、今日も電話してきたの隣のクレーマー。怖い。なんか、うん、私が電話出てるってことは分かってないと思うんだけど。楽しみ。ねえ、ん？私たちって何？何って？何でもない。なのよ私。プロジャーの、契約切れの問題について話を聞きたいと思ってます。苦情対応マニュアルなんですが、資料にもある通り社会福祉法の82条改正に伴いまして。どうなってるの？いつになったらきちんと謝罪してくれるのかしら。本当に申し訳ありません。謝ってばっかりで結果が見えてこないんですけど。結果が今後努力しますので。ふざけんなよ、今やれよ。おい今。はい。お前謝る以外に何かできないのか。男のケツばっかり追い回してるから頭が腐ってるんだよ。首くくって死ねよ。おい、生きてる価値ないんだよ。おい、聞いてんのかよ。おい、このブス。失礼ですが。なんだよ。本当は製品も普通に動くんじゃないんですか。ただ毎日一人で寂しいから私どものダイヤルにかけてるだけじゃないですか。お前毎晩アイリン声がうるせえんだよ。知ってる。Thank you.
ら、こんばんは。どうしたの？最近元気ないじゃない？いえ。乗らないの？はい。会社大変そうね。うるさいやつが多くて。何？で、今13ってこと。うん。それ絶対バスで入れられてるね。そう思うでしょ。ねえ、今度やめろってメモポケットに入れてバスに乗ったら。それいいかも。明日やってみな。
ス。大丈夫、洋服だけ持ってうちに行こう。大丈夫かな。
すぐだからね。大丈夫だから。入ってるって思うから怖いんだよ。大事な手紙とか来てるかもしれないでしょ。そうだけど。すいません、楓は大丈夫でしょうか。大島は楓さんのご親族の方ですか。はい。残念ながら処置のしようがありませんでした。え、そんなお父さん、失礼します。小堀さん、少しお話を。はい。ロビーでお待ちしております。じゃあ行ってくるね。うん。今日はまっすぐ帰ってくる？うん。本当に？帰ってくるよ。最近いつも遅いじゃない。特に金曜日。それは付き合いだから。付き合いって。今日は大丈夫。本当にまっすぐ帰ってくる？うん。そっか、嬉しい。じゃあ。浮気したら殺すからね。分かってるって。怖いな。じゃあ行ってきます。うん、行ってらっしゃい。
はい。はい、もしもし。もしもし、こちら中村様のご自宅でよろしかったでしょうか。はい。私、株式会社マイルの北川と申します。はじめまして。はい。はい、この度ですね、こちらの地区で二人暮らしをされているご夫婦を対象としまして、無料でライフスタイルカウンセリングを行っているんですよ。はい。はい、失礼ですが、中村様は奥様、牧子様とご主人、健二様のお二人暮らしでいらっしゃいますよね。お二人のお部屋はこちらマンションサンハウスの202号賃貸マンションでいらっしゃいますね。え？ご主人健二様の方はすでに生命保険自動車保険の方をご加入されていらっしゃいますね。あの、はい、あ、保険の方まだご加入じゃなかったでしたか。それでしたら答える必要ないですよね。はい、答えられません。奥様でいらっしゃいますよね、牧子様で。どこでうちの番号知ったんですか。はい、ですからこの度こちらの地区で二人暮らしを。そうじゃなくて、切りますよ。切る？どうしてですか？セールスとかいらないですから。セールスじゃないですよ。今回私どもは無料でライフスタイル。何なの？忙しいんです。あ、今お忙しいんですか。それは大変失礼しました。それではおかけ直しさせていただきますね。何分後におかけ直しすればよろしいでしょうか。いや、何分後っていうか30分程度でよろしいでしょうか。いや、かけ直さなくていいです。いやいや大丈夫です。お忙しいところ失礼しました。ではまたお時間のある時にかけさせていただきますね。失礼します。いらっしゃいますよね。はい。先ほどはお忙しい中失礼いたしました。株式会社マイルの北川と申します。続きをご説明させていただいても。今忙しいんで。いやいや、すぐに終わりますんで。それで続きなんですが、ご主人今頃ちょうど会社に疲れた頃ですよね。はい。そして奥様一息ついておくつろぎを。何言ってるんですか。はい、この後お買い物にでも行こうかなと考えてらっしゃいますよね。すいません、何にもいらないですから。買わないですから。申されますと。セールスでしょ結局。セールス、私がですか。とんでもございません。一体私が何を売るって言うんですか。なんか保険とかマンションとか車とか。違います、違います。そんなセールスなんかとは一切関係ないですから。全く違いますよ。何かお売りするとかそういうお話ではありませんから。じゃあ何なんですか。はい、では続きになるんですが、今日はご主人はお仕事の後、まっすぐ8時頃にはご帰宅されますね。だから何なんですか。はい、明日の土曜日と明後日日曜日ご主人はお休みでいらっしゃるんですが、ご夫婦お二人で過ごされるということでよろしかったですね。え、あなた何が言いたいんですか。はい、そして月曜日の朝8時15分にご主人はまた出勤されることになりますね。だから何なの。はい、そして夜7時まで会社の方で勤務されまして、夜7時半に亡くなられるということでよろしいでしょうか。もしもし、もしもし、どうされました。もしもし、よろしいですか。もしもし。
あなた誰ですか？はい、私先ほども申しました通り株式会社マイルの。何なの、いたずら？いたずらじゃないですよ、侵害です。この度はライフスタイルセールスでしょ、何かえっていうの。セールスなんてとんでもない。お二人の時間をより大切にしていただくためのご提案です。何が目的？目的わからないんですか？まだわからないんですか？ご主人も奥様と過ごされる時間をより大切にしたいと思ってらっしゃるようでしたので、私としましてもそうしていただこうかと。それでご提案なんですよ、無料で。ケンジさん、生命保険の方加入されてますよね、1億円の。奥様にとっても私にとっても悪い提案じゃないんですよ。セールスじゃないですよ、ご提案です。どうされますか？奥様、朝いつもご主人に言ってらっしゃるそうじゃないですか。もしもし、もしもし、どうされますか？どうされますか？もしもし、もしもし。お願いします。これであなたが主犯よ。ありがとう。先輩、来ないですね。ああ。大丈夫かな。失礼します。いないのか。なんだこれ。光。
どうしたんだよ光。したらいい。どうしたらいい。ねえ教えてよ。教えて。どうしたらいいの。ねえ。お願い。教えて。
品？